どうも、ぬりぬり公式チャンネルをご覧の皆様、漆喰相談室の岩田です。今回漆喰のメカニズムというのをちょっとご紹介していきたいなと思います。ぬりぬりは 100% 自然素材にちょっとこだわりを持ってるんですけれども、自然素材のものだけでなぜここまでこう硬く固まるのかっていうのをこう不思議に思われている方もいらっしゃると思うんですけれども、今回ちょっとそこの部分を分かりやすくご説明できればなと思います。また色むら編をちょっとご紹介させていただいたときに、漆喰が乾くスピードによって色の濃淡が出るっていうお話をちょっとさせていただいたと思うんですが、そこの部分も今回ちょっと合わせてご紹介できればなと思います。この動画のご不明点やご質問に関しては下のコメント欄にいただければご回答をさせていただきますので、コメントの方もぜひよろしくお願いいたします。またこういう動画が見たいとかっていうリクエストをいただければありがたいなと思いますので、リクエストの方もぜひよろしくお願いいたします。はい、まず漆喰の主原料になるんですけれども、こちら石灰石って言われる石ですね。これが漆喰の主原料になります。この石のままではもちろん壁には塗れないっていう部分と、抗菌性とかっていう機能面もついてないような状態にはなるので、ここにちょっと手間を加えるような形になります。ここからが漆喰が固まるメカニズムのところになりますので、漆喰マニア感を出していきますね。この石灰石はもともと海の中のサンゴとかが堆積して化石化したものになるんですけれども、日本で唯一自給可能な鉱物とも言われてまして、日本全国に石灰の産地っていうのがあるんですね。この石灰石、科学的に言うと炭酸カルシウムって言われる CaCO3 っていう化学式で表記されます。この石灰石を約1000度の温度で熱してあげると、石灰石 CaCO3 っていうものから炭酸ガス、要は二酸化炭素になる CO2 ですねが抜けていって、既石灰って言われる酸化カルシウム CaO って言われるものに変化します。で、変化した既石灰って言われるものがこちら、ちょっと白くなってるんですけど、二酸化炭素が抜けてるので重さもすごく軽くなってる状態になります。この既石灰って言われるものは乾燥剤とかで使われるので、お菓子の中に入ってるこう乾燥剤ですね、食べないでくださいとかって書いてるやつなんですけど、実はこの乾燥剤に入ってる、要はこの既石灰は水に濡らすと約100度ぐらいまで発熱しちゃうので、水に濡らさないでくださいねって書いてるんですけれども、漆喰を製造する過程ではこれに水をかけます。この既石灰 CaO って言われるものに水 H2O っていうのを加えると、小石灰って言われる水酸化カルシウム CaOH2 って言われるものに今度は変化するんですね。その過程がこちらになります。出来上がった小石灰がこちら、この小石灰って言われる粉になるんですけれども、この小石灰が強アルカリ性、要は抗菌性とか抗ウイルス性とかっていうものを持つ漆喰の粉ですね。いきなりちょっと化学の授業みたいになっちゃったので、概要欄に今お伝えした、メカニズム、化学式っていうところは記載させていただいているので、そちらも見ていただければなと思います。ちなみにぬりぬりに使ってるこの石灰石なんですけれども、福岡県の田川っていうところで取れる不純物っていうのがほとんど入ってない上質な石灰石を使ってるような形ですね。さらに言うと、先ほどお伝えした鮮度でちょっと熱するときに塩ですね、塩を一緒に入れる塩焼き製法っていうのを行っているので、石灰にもいろいろ質っていうのはあるんですけれども、このぬりぬりに入ってる石灰に関しては実はかなりスペックの高いものを使わさせていただいてるっていうところですね。で、こちらの小石灰にスサって言われるものと、この海藻の海苔っていうものを加えたものが漆喰って言われるものになります。
この状態だとまだあの粉の状態なので、まあ、塗りやすくするために水を加えてペースト状にします。このペースト状になった状態でぬりぬりは梱包されてるっていうところになるので、開封していただいたらもう足踏んで柔らかくして開けていただくとすぐ使える状態になってるっていうところですね。そしてこのペースト状になった漆喰を壁にこう塗りつけて乾燥させることで水分が抜けて漆喰自体が乾燥と同時に収縮をして一時硬化、要は固まるような形にはなります。ただまだ強度がちょっと不十分になるんですけれども、ここがちょっと最後になります。空気中の二酸化炭素 CO2 を吸収して元の石、要は石灰石の状態に戻るっていうサイクルを行います。まあ、安定した石の状態に戻るので硬くて強い漆喰の壁になるっていうところですね。また鮮度で燃やした時に炭酸のガス CO2 がこう外に出ていったと思うんですけども、自分で出した CO2 二酸化炭素を再度また吸収するっていうところなので、環境に負荷がすごく少なくてエコな建材っていうふうにも言われてます。今ちょっとご説明させていただいたのが漆喰が固まるメカニズムのところですね。もう一つの乾くスピードによって漆喰の色がこう濃くなったり薄くなったりとかっていう話になるんですが、石灰っていうのは水に溶けるんですね。壁に塗った漆喰の中には水に溶けた石灰が存在しておりまして、乾くスピードが遅いとその石灰が水分と一緒に漆喰の塗った表面の方にこう集まってくるんですね。その状態で水だけが蒸発していくので表面に石灰の膜が張るようなイメージですね。つまり乾くスピードが遅いと石灰の膜が漆喰の表面にこう白くつくことによって淡くて薄い色になってくるっていうところですね。逆に乾くのが早いと石灰自体がこう偏るっていうことがなくて、まあ、水分だけこう飛んでいくようなイメージになるので色が濃く見えるっていうところですね。色を濃く出すには早く乾かした方がいいのはいいんですけれども、早く乾かしすぎちゃうとドライアウトっていう硬化不良、今度はまた別の問題が起こってしまうので、 DIY で漆喰を塗るときに関してはできるだけ均一に乾かして色ムラっていうのを極力抑えるっていうところがポイントになってくるかなと思います。はい、今回は漆喰のメカニズムについてちょっとご紹介をさせていただきました。漆喰が固まる理由や色の濃淡が出る理由をご理解いただけると、よりこう漆喰の魅力っていうのを感じていただけるんじゃないかなと思います。最後にちょっともう一度おさらいをさせていただくと、漆喰が固まる理由に関しては漆喰の原料であるこの石灰石が化学変化を起こすことで漆喰は固まります。石灰石、炭酸カルシウムって言われる CaCO3 って言われるものを約1000度で熱してあげることで CaCO3 のうち CO2 が外に出ていきますので、残った CaO って言われる酸化カルシウム、要は非石灰って言われるやつですね、こちらにまず変化します。そこに水 H2O を加えることによって CaO 足す H2O で CaOH2 って言われる水酸化カルシウム、小石灰って言われる漆喰の粉ですねに変化するっていうところになります。でこれを壁に塗ると空気中の二酸化炭素をこの小石灰 CaOH2 が二酸化炭素 CO2 を吸収して元々の石灰石 CaCO3 っていう炭酸カルシウムに戻っていくっていうサイクルが漆喰が固まるメカニズムになります。これから DIY で漆喰を塗ろうと思われている方であったりとか、リフォームとか新築を検討中で内装をちょっとどうしようかなとかって思っている方にとって、何かしらこう役に立つというか意味のある動画になれば嬉しいなと思います。ということで今回は以上になります。またお会いいたしましょう。バイバイ、岩田でした。